造船鉄工所をご覧の皆様こんにちは。本日はここ新松浦産業株式会社にお邪魔しています。こんにちは、新松浦産業の中谷といいます。新松浦産業株式会社は何をされている会社なんでしょうか？橋、船、設備の部品を作ってる会社になります。部品を作る会社なんですね、はい、それでは早速工場見学させていただきましょう。よろしくお願いします。今ちょうど鉄を削って橋の部品を作ってるところです。はい、うちは基本的に人1人に1回1台を任せてやってるんですよ。はい、ちなみにこの子はベトナムの子なんですけど。あ、ベトナムの、はい、3年研修できてくれたんですけど、嘘か本当かうちが気に入ったみたいで、終わった後に電話をもらって、はい、まだ働きたいですって言って延長して今ちょうど5年目になって、普段はねあんな感じじゃないんですけど、はい、今日はなんか来るって伝えてるんでシャッとあんな姿3年ぶりぐらい見ましたけど、はい、ちょっと足元に気をつけながら機械の元に進んでもらっていいですか？はい、今ねさっきの品物の小さいバージョンを削ってます。刃物を回転させてそれを押し付けて削ってる感じになるっすね。出来上がったものがこちらになります。はい、はい、おーすごい、めっちゃ綺麗に模様が入ってますね。あ、そうですね、この厚みとこの厚みに寸法が設定されてて、でそれでなおかつ実はこの1枚1枚違うんですよ。まあ、例えば20mm、20mm、20.1mm、20.1mm とか、そんなに細かく決まってるんですね。あ、そうですね、でも多分機械加工の業界でコンマ1ミリっていうのはもう緩い方ですね。あ、そうなんですか。はい、コンマ1とかで言ったら、あ、素人やなってなるんで、はい、もうなんか困った時があったら100分の1って言っとったら間違いないです。じゃあ最後にちょっと奥見てもらえますか？はい、はい、お願いします。この2台がですね、うちで一番大型の機械、路面加工機って言います。今まで天井から地面に向かってついてたと思うんですけど、こう向かって右から左に刃物がついてて、この品物のように側面についてる穴を今までだったら天井方向に向けないといけなかったんですけど、これだったら横に向けたまま5方向から加工できるっていう機械なんですよ。他の機械より工数を減らせます。ちなみにこの機械お値段いくらぐらい？これはですね、ざっくり言うと定価で1億ちょいぐらいですね。全部込みで1億、はい、さっきのちっちゃいのはね3000万ぐらいですかね、イメージだから。ペダリぐらい、だからなんかちょっとお金に困った時とかトラックで今日スタッフさんとか会ってみるとすごい、はい、みんな制服可愛くて、あ、いいなと思ったんですよ。社長さんがこういうところからこだわっていって、ちょっとずつちょっとずつちょっと変えていきたいなと。なるほど、うん、イメージを変えるために制服も可愛く、そうですね、できることから変えていって。ズバリ新松浦産業の自慢といえば何でしょうか？あ、自慢、わりかし自由なところじゃないかなと思うんですよ。はい、多分機械工場だと1から10まで全て全て決まってるんだと思うんですよ。各々個人に任せて、そしたらやっぱり努力をしますかね、勉強しますね。自分ができるようになった方が仕事もすごい楽になるんで、考えることが減っていくじゃないですか。それをするための手助けなんかも会社も社長もしてくれる会社かなと思っております。柔軟に働ける会社なんですね。そうですね、ただ仕事中、仕事のそのミスを絶対しないっていうのが条件です。本日は見学ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。